ビーチクラフトスターシップビーチクラフトスターシップは創発のターボプロップで先火翼のビジネス機である。1986年から1995年までに合計53機が製造されたが商業的には失敗に終わった。スターシップは6から8隻でありビジネス機としては標準的な規模である。パイロットは1から2名だがパイロット1名でも 対空認証を取得している。機体は線尾翼機であり、水平尾翼は持たず、垂直尾翼と方向打は、デルタ型の主翼の端に配されている。2機のエンジンは、プッシャー式のプロペラとともに、左右の主翼に置かれている。機種のカナードは速度に応じて、交代角を変化させる、可変翼型で、主翼フラップとも連動している。動翼操作は、 機械式だが高い安定性と小さい動力面積もあって油圧などの補助がなくとも入力操作は軽い。スターシップは機体の材質、素材面でも先進的だった。容量の大きいキャビンと機体重量の抑制を両立するために機体の主要な材質として複合材料が使用されている。しかし、この複合材料の広範な使用が後に 開発の障害となってしまう。開発は1979年にビーチクラフトがキングエア200の後継機を必要としたことで開始された。1980年1月にプライマリデザイン330として初期デザインに着手され、同社がレーセオンによって買収されたことによる短い中断の後、1982年にカリフォルニアに拠点を置くスケールドコンポジッツの バート・ルータンに接近したことで開発が本格化した。バート・ルータンは新しい複合材料による航空機設計分野でのリーダーであり、PD332 複合材料と線尾翼の可変翼化を主な特徴とする構成を取り入れた。設計作業の多くはコティアシステムを使用したコンピュータ支援設計で行われた。なお、スターシップの量産化に先立ち、 1985年、ビーチクラフトはスケールドコンポジッツ社を買収している。スケールドコンポジッツでの開発において、85%スケールの試作機はモデル115と呼ばれ、ビーチクラフトでの量産版はモデル2000と呼ばれた。モデル115は1983年8月の後半に初飛行を行った。翌月にビーチクラフトスターシップと命名された。 モデル115はあくまでも実証、実験機であり、モデル2000と異なり、余圧システムと認証されたアビオニクスを備えず、機体設計と材料仕様も異なっていた。モデル115は1機だけ製造され、設計レイアウトの確認を終えると、都合5回の飛行の後、破棄された。最初のフルサイズのスターシップは1986年2月15日に、初飛行を行った。 開発が行われている途中でプロトタイプが製造された。CFRP を使用していたため必要な工作機械は非常に高価であり、最初から量産用として作る必要があった。最初は開発の複雑さを過小評価したために、後にはストール警告システムに関係する技術課題を克服するために開発プログラムは何度か遅延した。 FAA もスターシップの対空認証について非常に慎重だった。当時は心臓剤であった CFRP については経験、実績が乏しく機体寿命の規定なども FAA 内に存在しなかったためである。2年の試験期間と2000時間に上る飛行時間の後に1987年6月14日に対空認証が降りたがこの時までに3億ドル以上の開発費が 費やされていた。1988年後半に最初の量産型スターシップは初飛行を行ったが市場の反応は鈍かった。従来機に対抗するだけのインパクトに乏しい一方、開発機の高騰と CFRP を多用した機体が災いして一機400万ドルとビジネスジェット並みの高価格となっており競争力に欠けていた。 スターシップは試作機も含めて53機が製造されたが、対空認証取得後の3年間で実際に顧客に引き渡された機体は11機に過ぎない。改良型のスターシップ2000への発表や2年間のリースプログラムなどで販売の促進を図ったが、成果は上げられなかった。最終的に当時ビーチクラフトを参加に収めていたレーセオンエアクラフトカンパニーは、 スターシップに見切りをつけ、スターシップの在庫機の廃棄を決定。デリバリー済みの機体についても、同社のプレミア1などとの交換を進めた。レーセオンは2003年には販売とアフターサービスの中止を決定した。スターシップの最終号機がロールアウトしたのは1995年である。しかし、その後、ビーチクラフトの経営を受け継いだホーカービーチクラフトは、 スターシップのサポートを続けている。また、2010年1月の時点で9機のスターシップが飛行可能な状態で維持されており、このうちシリアルナンバー NC-51 は、同じくバートルータン設計のスペースシップ1のチェースプレーンとして用いられている。出展、ビーチクラフトスターシップ2 0に0 a パフォーマンス、スプシファクションズエキップメント所言性能。ありがとうございます。